さんこんにちは、オーストリア科の味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。本日はですね、モンストニアカというか昨日というかもうほんと数時間前に始めたんですけど、こちらのモンストをやっていきたいと思います。なぜモンストを始めたのかと言いますと、なんか電車の待ち時間暇だな、オセラニアも体力消化したし、 FFBA も体力消化したし、もうガチャ待ちだしな、なんか新しいゲームやりたいな、なんかこうみんなでワッてできるようななんかやりたいなって思い、なんかふと私の7年来のゲーム友達が数ヶ月前にこちらのモンストをなんか始めたんですよ。で私モンストもやろうかなって思って、でなんか白猫テニスも結構運営の人、なんか一緒にジジジやってる人とか白猫テニス楽しいやってて、やるならどっちかだな正直みたいな、2つやったらなんか FFB とかオセロニアとかなんかおろすかなって、それはもう結構意味がないことだからどうしようかなってなった時にアンケートをツイッターで取ったんですよ。そしたらモンストは白猫テニスかみたいな、そしたらモンストが結構圧倒的に多かったので勢いで上げ始めて今に至る。ごめん今ね朝ね3時30分なんだもう結構動画いろいろ撮ってさ、なんかテンションおかしくなってるからもう許してほしい、全てのもうフィーリングよフィーリング。でもそんな感じでみんなでワイワイできるゲームモンスト楽しんでいきたいと思うので、ぜひまあにわかとして見ていただけたら嬉しいです。で、始めた時にあのフォロワーさんやツイッターでですね、あの今こちらの、超重心祭というのがあるからめっちゃこれやってみっつって、これめっちゃいい時だからって言われたんで、全く何のキャラがいいとかもなんかちょっと調べれば検索すれば早いんですけど、でもそういうのってちょっと私の個人的なポリシーとしてはあのコメントの皆さんにね書いていただいて、あそうなんだって思った方がやり取りできていいじゃないですか。というわけでですね、ランクなどのくせになんか結構44連いっとくかみたいな感じで、44連じゃないわ、これは11連じゃないから10連だから40連かババッと行ってみたいと思います。何がいいか全くわからないから、なんか強そうとは点でおかしなこと言うかもしれないけど、コメントでフォローしてくれたら嬉しいです。優しい心でねあのフォローしてください。もうにわかなんだな、あーかわいそうに教えてあげようみたいな感じでね言ってくれたら嬉しいです。あの前回もただ先に言っときたいのは、パズドラの時もやらかしたんですけど、パズドラみんな楽しんでるしハンターハンターコラボしてるしやろうって言ってランクめっちゃ低いくせに3万円課金してキラー君出なかったら即アンインストールみたいなことをねやらかしたんで、今回はちょっとあまりに使えない子ばっかりだったら即アンインストールかもしれないんで、その辺のねにわかプレイだけはお許しくださいと思います。ただまあまあ課金してるんで運営さんはあのゲーム会社的にはあのいい人どんなだよもうほんと今夜中の3時30分なんでそういうテンションだと思ってください。はい行きます。ではよくわからないけど聞いてみます。行きます。さあに1ピューン。これ私ガッチャってやるんだよね。行きますよ、引っ張れ引っ張れね。今聞いてなんかさ何色がいいってチューニーちゃん言ってたよね言ってないな。どうなんだろう、じゃあみんな新しいよ。あやべ絶対スーパーレアってなんかそんな強そうじゃないよ。これも絶対強いやつじゃないよ、絶対弱いよ、見た目よ。もう見た目のね書き込まれてなささじゃんこの辺になるとね。あ絶対そんな強くなさそう。えやばくない。あこれギリ人間だからまだマシかな。やべえレア度もわからねえ。あ強いかわからねえ。これなんか知らない間に紙引きしててすげえバットつくのもすごい嫌だけど、まあ受け入れるわ。絶対弱いこのおじいちゃん、弱いフォルムしてるわ。
え、強い可能性あるか。いやー、なんかわかんないな。なんかモンストの強い感じのさ、あれってわかんないな。本当にモンストの動画もそんな見たことないから、ちょっとスクショ撮ってツイッターで聞こう後で。では全然わからないんで、ちょっと言っときます。さあ、2、1、ピュー。いや、わかんないな。なんかでもお祭りみたいな音楽流れてるから、あ、こんなに気楽流っちゃ久々だな。いいか悪いかわからない。金色の玉はとりあえず当たりなのかな。え、でもなんか金からでもいいの出るかもしれないって言ってたから。え、絶対強くないよこいつ、オタクじゃん。あ、これもどうかな。でもモンストってそういうタッチなのかな、このデフォルメされた感じとされてない感じのこの間みたいな。これは弱い。あー、ほら、いっぱい出るから絶対弱いんだよあいつ。でもなんかいっぱいさ同じのいると運極って言うんでしょ。あ、違うか。もうほんと口からにわかしか出てこないモンストにわかのミスチルです。運極ってことは覚えたんだよ。なんか今運極めっちゃしやすいイベントやってるよみたいなとこに聞いたから、な、何運極って聞いたら、たくさん同じの倒すやつだよみたいなねこと言われて、あ、そうなんだみたいな。 FFB でいうトラマラだよって言われて、あ、納得っつって。いやー、厳しい。もうどれが強くてどれが弱いか分かんないけど絶対弱い。俺も絶対弱い。こんなんがパーンつって全滅みたいなのしたらさ、どんな水入ってんねんってなるから。いきます。さあ、2、1、ピュー。え、強そうなの一個もないんだけど。あった？ありましたか？やっべ、わかんねえ。これチューニーちゃんに見てもらうべきだったな。あ、スクショ撮るの忘れちゃった、さっき。え、絶対強くないよ。だって強い人のキャラクター私見たけど、いっぱい書き込んであったもん。これとか絶対弱いよ。こんなの見たことない。なんか強い人がやってるやつ人間だし、いっぱい書き込んであったからきっとそうなんじゃん。え、まっ、ピノキオじゃん。嘘つきじゃん。え、今何そういうキャンペーン童話の。え、これ強そう。ワンチャン強い気がするわ。いや、わかんねえな、強い弱いのあれが。あ、かわいい。これは強くなくてもあり。あ、わかんねえ。なんか強そう。ほら、だって左目うずいてるもん。すごい左目うずいてるよ。左目がっていうタイプじゃん。弱い。いきます。さあ、2、1、ピュー。あ、スクショ撮るの忘れてた。あとでパソコン側でシューってやればできるか。いきます。マジこれ爆死したらやめるっていう勢いだわ。え、マジちょっと気軽だわ。いや、弱いでしょ、ムキムキじいさん。あ、可愛いけど弱いな。確実な弱さを秘めてるわ。え、この辺だってさ、そろそろ被りがあるってことはさ、もうそんなにあれでしょ、そんなにあれってことでしょ。あって、え、絶対弱そう。なんかね、絶対弱いよ。全部爆死してない知らない間に。え、だってさ、待って、名前がほら、アモデウス、ベルゼブブ、もうなんかうんち食ってそうじゃん。ガブリエル、ガブリエルっていう名前はなんかさ強くてもおかしくなくない？だってガブリエルだよ。この辺絶対弱いよ。はい、
というわけで、なんか体幹爆睡したような気がします。あ、マジグッと増えるわってなる。あーと、これ表示切り替えで入手済みにしたらこんな感じの借金めっちゃ引いたね。いやほらあれじゃん、大人ってやつじゃんこれがね、これが大人ってやつよ。はい、次溢れてるからちょっと整理したいと思うんですが、こんな感じの結果でございました。なんか強そうなやつ絶対ないんだよね。ちょっと見てこう、ガブリエル、待って、これでさ、これでわかんないけど、にわかの勘でいくけど、絞り込みじゃなくてこれで攻撃力とかにしたら強いやつ上に来るんじゃん。いや、そうするとこの子が一番だな。ガブリエル、やっぱガブリエルさ、名前からして強そうじゃん。果たして強いのかどうかはちょっと、あ、でもさ、星4と星5がいるんだよ。ってことは星5の方が強いんだよ。もうそこからだからさ、おばさんごめんよ。リアリティ変更。あ、となると星5は当たり判定なんじゃん。そしたらやっぱベルゼブブうんち食べてそうなこいつとこのガブリエルはなんか唯一なんか他の子と違って名前がしっかりしてる。このなんかあっさいコメントよ。はい、というわけでなんか星5 2体出たんで、まあまあまあ FFB でいうとこの虹が2個出たみたいな感じじゃん。そうしたらすげえことじゃん、神引きじゃん。解説コメント待ってます。はい、というわけでこんな感じの初めてのモンスターストライクでございました。こちらの動画はモンスターにわかの味噌汁がお送りしました。また見てくださいね。じゃあねー。そしてまた第2弾が分かるか分かんないんですけど、第2弾が出た場合こちらのチャンネルで配信されます。ということは皆さんチャンネル登録お忘れなく、動画の更新通知が届きます。ほんなねー。